でございます。さあ、というわけでただいまの時刻はですね、今何時かな、6時、朝のね、6時52分ということでですね、本日は2023年の8月は27日ということで、さあ今から私、じゃあね、これから名古屋の方に向かいたいと思います。はい、名古屋ね、もう何がありますとかというですね、もう皆さんご存知の通り、リエラフォースライブの名古屋公演のデイ2にこれから私ね、行きたいと思います。さあ、2ヶ月ぶりの名古屋でございます。はい、さてね、もう今回の、リエラフォースライブなんですけれども、やっぱりね、一番は2期生である、ユイナと、そしてね、サクちゃんがね、初めてこの、ね、ライブに参加するというね、あのユイナに関しては、まあ、サードでもね、一回私ね、見たんですけれども、今回ね、サクちゃんに関しては初めてのライブということで、ね、いや、本当にめちゃくちゃ楽しみです。果たしてね、暑いんでね、今日ね、会場ポートベースで名古屋でね、もう本当に駅地らしいので、ね、まあ、それは置いときまして、果たしてね、サクちゃんはどんなパフォーマンスを見せてくれるか、そして、ね、今回ね、ユニットエディションですね、まあ、ユニットにちょっと注目したライブなので、ね、今回は、キャッチですね、キャッチは名古屋はキャッチが担当します。はい、キャッチは、カノンちゃんとスミレちゃんとメイちゃん、この3人が担当するという担当でね、この3人のユニットエディションというになりますので、果たしてどういうものがライブで披露されるかね、楽しみです。さあ、というわけで今から私、じゃあ名古屋に向かいたいと思いますので、本日も一日よろしくお願いいたします。牛鉄てん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 の日常。さあ、行きは JR の名神ハイウェイバスで名古屋に向かいたいと思います。名古屋まで2時間、確実に座れるのと、車内には Wi-Fi があるのでね、名古屋でライブがある際には私も毎回使っております。さあ、京都から、まあ、3時間ちょっとね、途中渋滞がねあったんですけれども、無事になんとか名古屋の方に到着しました。いやね、名古屋もだいぶ暑いですね。はい、これね、名古屋の今、新幹線とかのね、まあ、何口かな、対向通り口かな、対向通り口、どっちちょっと名古屋のわからないんで、どっちだった、あ、対向通り口です。はい、対向通り口にね、到着しました。さあ、名古屋といったらね、名古屋とラブライブシリーズといったらこうです。名古屋駅のね、ビッグカメラあるんですけどね、まずはね、ちょっとそちらの方に寄りましてから、まだとりあえずまずは一旦栄の方に向かいたいと思いますので、それでは今から、ビッグカメラの方と、そして、ね、次連続でまた栄の方に行きたいと思います。さあ、名古屋駅から地下鉄で11分ぐらいなんですけれども、矢場町の、ね、駅の方にやってきました。さあね、栄ね、まあ、何がありますとかというとですね、まずは、ね、プレミアショップですね、プレミアショップ、その通りプレミアショップに行くのと、あとですね、本日のお昼でございます。さあね、本日はね、まあ、何を食べていきますかというと、まあ、初めてね、昨年のまあリエラのファンミの時には、まあ、ヤバトンと、アンカケスパ、そして、ね、5月の虹旅の遠征の時には、こちら味噌煮込みうどんをね、まあ、食べたんですけど、今回はですね、台湾ラーメンをね、食べていきたいと思います。はい、やっぱね、もう名古屋来たら、もう名古屋飯はね、まあ、食っておきたい、まあ、食べておきたいということでね、もういつも私はね、もう遠征のモットーとしているのが、もうそのところで名物とか食えというね、もうこれをモットーにしてね、まあ、遠征していきますのでね、ちょっとね、もう私ね、本当に食べることすごい大好きなのでね、すごいね、まあいろいろと、まあ、名古屋の方ね、まあ、台湾ラーメンとかね、どんなのかね、楽しんでいきたいと思うんですけど、とりあえずまずはこちらパルコの中にありますプレミアショップの方に行きたいと思います。さあ、今ですね、名古屋のパルコの中のプレミアショップの方をちょっとね、見てきました。いやね、本当に今ね、それにしてもね、ちょっとなんかお祭りやってるんですかね、多分ね、そういう感じがするんですけど、多分ね、ちょうどなんか衣装を着てるようなというか、それっぽい衣装をなんか着てる人がいるので、まあ、多分お祭り、多分日本ど真ん中祭りっていう、見たら そういう祭りらしいんですけれども、ちょっとなんか警察の車も、バスみたいな、なんだかちょっと名前忘れたんですけども、ちょっとね、そういうのもまあ来てるので、だいぶ大掛かりな祭りなんですかね、多分関西で住んでるので私全然わからないんですけど、ね、ちょっとね、まだ話それちゃったんですけども、さて、今の時刻まもなくね、ちょっとお昼前なんでね、ちょっと早めですけど、お昼ご飯食べます。お昼ご飯は、
で、ね、もう先ほども言ったんですけれども、台湾ラーメンでございます。はい、台湾ラーメンちょっとね熱いんですけども、今回ねあのヤバミセンさんですね、ヤバミセンさんでね、こちらのラーメン、台湾ラーメンの方、まあ、元でね、まあ、中華料理店いっぱいねいろいろメニューとかもあるんですけれども、こちらのヤバミセンさんの方で台湾ラーメンねちょっと食べていきたいと思いますので、それでは今からヤバミセンさんの方に向かいたいと思います。さあということでね、ヤバミセンさんの店内の方に入りました。いやね本当にすごいね、めちゃくちゃかなりね広くて、まあね多分ざっとパッと見ではまあ30人かな、30多分40人ぐらい並んでいたんですけどね、やっぱりすごいね店内の方広くてね、やっぱりまあすぐに入りました。多分まあ5階まで多分フロアがあると思いますので、まあ、もしかしたら、ね、もうこれでまあ一気に入るとかね、まあゆっくり入れるでね、まあよかったなというふうには思います。さあね、では、ね、今回はですね、台湾ラーメンの方と、それからねニンニクチャーハンと、そしてね青菜炒め、このね3点の方を、オーダーしました。はいね、この3点ね、このまあ店さんといったらまずね台湾ラーメンもねあるんですけども、あとね実はニンニクチャーハンと、そしてね、青菜炒めもね、まあ、定番メニューということでね、まあ、最初はね、まあ、初めて来たならやっぱり定番メニューをね、まあ、食べてみないとということがありましてね、ではね今からこちらの方食べていきたいと思います。さあね、というわけでやってきました、こちらありがとうございます。あ、ちょっと汁が、あ、はい、おはようございます。まずね、青菜ですね、青菜のね、青菜じゃない青菜炒めの方をいただきたいと思います。こちらいただきます。うん、うん、すごいねシャキシャキして美味しいです。しかもねこれすぐにね出るのでね、いやこれ本当にいいですね。とりあえずね、ラーメンとチャーハンが来るまで前菜代わりでいきたいと思います。さあこちらでございます。メインの台湾ラーメンでございます。はい、今回はねもちろん当然ね、もちろんというかね、まあ、初めてなんで、まあ、オーソドックスな方をしてみました。他にもね、まあ、アメリカンというちょっと辛みが少ないものもあるんですけれども、やっぱりね今回あの定番のね台湾ラーメンをねいただきたいと思います。はい、それではいただきます。やばい、すごいね赤いですね。いやいい匂いです、いい匂いです。うん、あー辛い、すごいうま辛です。すごいねの唐辛子のパンチが効いてます。うん、でもね辛いのでね、もう本当にもう最高です。さあそしてラストはねこちらでございます。ラストはニンニクチャーハンでございます。さあ、いやめちゃくちゃニンニクの匂い、いやーねガーリックって何でも大好きなんで、ね、ガーリックも大好きなんでね、こちらのニンニクチャーハン食べていきたいと思います。はい、いただきます。最後はねこのチャーハンでいきます。うん、あーすごいガーリックでね、やっぱニンニクがね効いてるので、いや美味しいです。やっぱパンチがありますね、ニンニクは。ちょっと普通のチャーハンとは少し違うような、すごいパンチのあるチャーハンとなっております。うん、これでね紅生姜もじゃあ添えております。うん、うまい。やっぱ紅生姜があれですね、なんだろう、すごいアクセントで効いてますね。すごい脇役のね仕事をしっかりとねしている感じです。うん、
中だし。さあではね、こちらのラスト、ニンニクチャーハンの方も完食していきたいと思います。じゃあね、こちらいただきます。ごちそうさまでした。ということでね、いや本当にニンニクチャーハンもね、これねラストに食べたんですけど、いやね本当にこれもパンチがね効いてて美味しかったです。さあこちらですね、ヤバミセンさんの方で今回は、台湾ラーメンと、そして青菜炒め、そしてラストニンニクチャーハンの方を、いただきました。はい、やっぱりねまず台湾ラーメンはねすごいね、まあ、普通のね、まあ、ノーマルのやつだったんですけど、いや本当にすごいね、結構辛くてね、やっぱりすごいね、ちょっとピリピリというかね、ピリピリなんですけども、その辛さがね本当に美味しいね証ですね。やっぱりね、しかもね、その唐辛子がね、生の唐辛子、本当に生のストレートな唐辛子、普通の粉とかではなくて、それなんだろう、刻んだやつがねトッピングされているので、ね、やっぱそれも辛さのアクセントで、まあ、効いてるかなというふうには思います。さあそしてね、青菜炒めに関してはですね、いや本当に青菜炒め、これ青菜炒めが最初出たんですけれども、青菜炒めは本当にすごい、なんか調べた感じではない、2分でなんかできるメニューだそうなので、いやこれ本当にスピーディーで、まあすぐにね、まあ、食べたいという時にねおすすめです。さあそして最後ニンニクチャーハン、最後に食べたニンニクチャーハンなんですけど、ニンニクチャーハンは本当に今ガツンとくるような味でした。まあね、このニンニク、まあニンニクだね、まあチャーハンということで、まあニンニク当たり前なんですけども、まあ、ニンニクが使われておりますので、その分ガッツリくるようなチャーハンでございます。はい、今回ですね、矢場町の方にある、まあ、矢場みせいさんをね食べたんですけど、あのみせいさん他にもですね、まあのれん分けという形でね、まあ例えば本店、まあ今池、名古屋の今池というところに本店があるんですけども。今池ですとか、まあ、名古屋駅ですとか、セントレアですかね、まあ、名古屋の周りのいろいろありますので、もしこちら名古屋に来た際には、ヤバミセさん、ミセさんの、ね、台湾ラーメン、青菜炒め、そしてニンニクチャーハンの方食べてみてはいかがでしょうか。美味しかったです。ごちそうさまでした。牛鉄てん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 ての日常、名古屋駅の方に帰ってきました。はい、ここからですね、いよいよライブ会場の方に向かいたいと思います。さて、今回のですね会場の方がポートメッセ名古屋というところでございます。さあポートメッセ名古屋、初めてのねラブライブシリーズでは初めての会場です。はい、場所的に言えば、金城埠頭という、まあ、レゴランドとか、まあ、リニア鉄道館とかあるところ、まあ、1回ね、まあ、1回じゃない、2回行ったことあるんですけども、まあそういう場所です。しかもね、周りね、あのもうリニア鉄道館と、まあ会場とかそれ以外はね、どうやらほぼほぼないのでね、ちょっと一応ねデイリー山崎とかあるらしいんですけど、まあどうかなちょっとわからないんですけれどもね、とりあえず、こちら金城埠頭の方に向かいたいと思います。ちょうどね、あの1時45分から受け取りなんで、ちょっとこちらにねちょっと間に合わないとダメなので、ちょっと缶バッジとかいろいろ交換したりとかしたいので、ちょっと、早速ね青波線に乗りまして金城埠頭の方に向かいたいと思います。さあ、名古屋駅から25分、電車で青波線25分、した金城埠頭に到着しました。いや本当に周りですね、まあ、リニア鉄道館と、あとそれからポートメッセ名古屋で、ね、あと武田デバオーシャンアリーナだったかな、武田デバオーシャンアリーナという、まあ、そういうね、あの F リーグって、まあ、フットサルの、あの、まあ、名古屋オーシャンズでね、もう F リーグでもめちゃくちゃ強いチームが、ね、あるんですけども、そちらの本拠地とね、あとはかぐやがね、本当に回るだけでも、見てください、これもあのめちゃくちゃこれね、僻地ですはい、ちなみにね、こちら、金城埠頭、私施設4年ぶりでございます。4年ぶりね、まあ、前回はこちらリニア鉄道館ね、目的、まあ、初めて一人で名古屋来た時ですね、それ以来です、もう金城埠頭は。はい、はい、今ね、時刻がこちらが11時28分ということで、ちょっとあれが間に合わない、多分受け取りが多分よ、まあ、45分だったかな、ちょっと見るんですけども、あ、13時45分ですね。はい、またねちょっといろいろまた購入するべきもの、まあ、例えばまあ水分ですとかね、いろいろ購入しましてから、また、ポートメッセ名古屋の方に向かいたいと思います。さあ着きました。こちらがポートメッセ名古屋でございます。はい、初上陸です。
まあね、今から、ちょっとね、まあ、グッズのね、物販のあれ受け取りがね、あるのでね、ちょっとそちらの方を書いたいと思います。まあ、先ほど言ったかな、まあ、さっきも言ったかな、そちらの方食べた物販の方受け取り行きたいと思います。さあ、会場入りました。めっちゃ涼しい。いや、めっちゃ涼しい。めちゃくちゃ涼しいです。なんか、はい、こんな感じです。広い、めっちゃ広い。初めてね、来たんですけど、もう本当にもうめちゃくちゃ広い。あのね、1階なんですし、あのちょっとビッグサイトの方ね、今行ったことなんかあるんですけれども、それ、いや、それよりね、本当に屋根、屋上、天井がね、でかい、でかいです。でかで、ね、高い、屋根が高い、どういうふうか分からない。もう語彙力が、あの初めてなんで分からないんですけど、はい。ではね、じゃあちょっと物販、急ぎたいと思います。ちょうどね、先ほど、フォロワーさんの方とも、また、ちょっとね、会話の、ちょっとね、話のトーンをしていきました。ではね、こっち、こっちですね。ごめんなさい。すいませんでした。いや、中ね、入ってね、思ったんですけど、もう本当にね、本当名古屋本当に羨ましいなと思います。はい、やっぱりね、大阪こういうね、会場が本当にないので、やっぱね、ちょっと大阪にもこういうようなね、ポートフェス名古屋みたいな会場を作ってほしいですね。まあね、そもそもまあ2026年、ちょうどね、まあ9月が中国でまあアジア大会っていう、まあアジアのまあオリンピックがあるんですけれども、そのね、アジア大会の次の開催地が、まあ、名古屋ということでね、まあ、多分なんか一応調べてみたんですけども、まあ、そこでね、なんか使うようなのでね、いやーね、これ本当に羨ましいですね。まあね、インテックス大阪、まあ、大阪にもあるんですけども、ちょっとね、インテックス大阪だったらちょっとまあ狭いかなというふうには、ね、思います。さあ、お待たせしました。ではね、こちらライブ8点、今回はガチャ8点でございます。1枚、2枚、3枚、4、5、6、7、8、こちら8点をね、今から開封していきたいと思います。まず1個目でございます。1個目、オープンね、いきます。はい、かのんちゃんのこれ、なんかな、クリアカードかな、クリアカードですね、多分クリアカードです。はい、2枚、これ多分クリアカードっぽいですね。クリアカードね、どんどん開けていきましょう。はい、はい、来ました。すみれちゃんです。すみれちゃんが来ました。さあ、そして2つ目は、3つ目、じゃん、はい、夏美です。夏美ちゃんです。はい、じゃあね、次開けていきますよ。こちら、はい、クークーちゃんでございます。クークーちゃん、4つ目はクークーちゃんです。クークーちゃんですね。5つ目、はい、5つ目、これ缶バッジかな、缶バッジは、しきちゃんです。しきちゃんの缶バッジでございます。しきちゃんの缶バッジ、あれ、これお母さんのやつ、ちょっと、はい、次、はい、次は缶バッジです。誰かな、はい、また夏いいですと、はい、次、7個目はどうかな、はい、ウィンマルです。ウィンマルがね、出ました。ウィンマルレッツ。さあ、そして最後、クリアカードです。クリアカード、さあ、誰が出るか、ラストはこれだ、レンちゃんが出ました。というわけでね、今回はまずクリアカードが、カノンちゃんと、クークーちゃんとレンちゃんと、そしてスミレちゃん、そして缶バッジが、夏美かける2の、四季丸。以上ね、こちら8点が私のこちら今回ね、ガチャ結果です。まあね、まあ後でですね、いろいろと、まあ、会場の方回りましてから、またね、まあ、交換はね、いろいろするんですけれども、とりあえずはこんな感じです。さあ、こちらね、ちょっとガチャの方開封終わりまして、こちらの方購入しました。これ、はい、これアロハシャツです。はい、これ見てください。これね、今回ね、まあ、本当はね、あのキャッチュのやつ買いたかったんですけど、まあ今回ね、キャッチュエディションということでキャッチュの方を買いたかったんですけども、ちょっとね、あのキャッチュの方がちょっと売り切れだったということで、今回ね、まあ、その代わり、あの5人のやつ、ちょっと、ちーちゃんと、夏美ちゃんと、とまりちゃんと、
クーちゃんじゃない、誰だったか、で、ちーちゃん5人のやつです。もう名前忘れました。5人のやつです。もう5人のやつのね、じゃあアロハシャツを購入しました。いや、これめっちゃおしゃれですね。アロハシャツね、初めて着たんですけど、いやね、しかもこれね、着てる人結構たくさんいたので、ちょっとね、衝動買い、ちょっと7000円はしちゃったんですけれども、こちらの方購入しました。いや、これめっちゃ似合いますね。いい感じです。牛鉄てん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 の日常。さあ、ちょっとですね、今時間早いんですけど、ただいまの時刻2時50分。さあね、ちょっとね、もう早いんですけども、今から、もうね、会場の方に入りたいと思います。一応3時会場の、まあ、4時半に始まるとの4時半ちょっと忘れたんですけども、まあ、4時半だったかな、多分そのくらいの時間だったとは思うんですけどもね、入っていくんですけどね、ではね、ちょっとなぜ今回、早くね、入れるのかというとですね、どうやらね、まあ、先週お盆の期間にですね、まあ、会いますが、なんかね、どうやらなんかここでまあライブをなんかしたんですけども、ちょっとね、だいぶ中混雑するらしくて、しかもなんかトイレもまあすごいなんか結構待たされるらしいので、ちょっとでも早めに行っといて、ちょっと暑いのでね、なんかじゃない、ちょっと暑いのでね、ちょっともう早速なんですけども、ちょっとこれから会場の方に向かいたいと思います。さて、今回の座席なんですけども、S3 ブロックでございます。 S3 ブロックね、アリーナです。初めてのね、アリーナです。まあ、これまでね、まあ、大阪城ホールのと、まあ、大阪城ホールの時は、まあ、ほとんど座席スタンドだったんですけども、アリーナね、初めてなんでね。しかもなんかどうやらね、昨日一応ツイッター、じゃない X の方見ていたんですけども、なんかどうやら結構すごい前の方なので、ね、一応今回ね、まあ、メガネ今かけてるんですけど、まあ、頑張ったら、まあ、肉眼じゃないメガネかけて見えるかなというふうには思いますので、今からね、会場の方を迎えたいと思いますので、ではね、今からライブの方楽しんでいきたいと思います。さあ、ということでね、お疲れ様でした。いやー、めちゃくちゃもう本当に最高なライブでした。はい、ちょっとね、今ちょっと本当にね、急がないとバスね、あるんです。ちょっとね、この後ね、バス多分感想は多分家に帰ってからかな、多分自宅に帰ってからだと思いますので、ちょっととりあえずね、名古屋駅バスでね、いやね、今回ね、ありがたいことにバスがね、あるということで、いや本当にこれありがたいですね。やっぱりこういうね、私みたいな遠征民なんですけど、しかもね、日帰り明日仕事なんでね、これ本当に役立つので、いや本当にね、あのバス手配してください。本当にありがとうございます。ということでね、ちょっとゆっくり、30分ぐらいかな、名古屋駅の方に戻っていきたいと思います。さあ、バスで、まあ、30分ぐらいでこちらはまた名古屋駅の方に、戻ってきました。いやー、やっぱね、こうバスね、すごい快適でした。やっぱり、ね、しかもね、もう何台もね、もう10台、20台、もう10台、20台、30台、40台、もう多分わからないんですけど、本当にね、もうすごいバスの量でね、もう愛知県内のね、もうバス会社さんの、ね、協力のもとで、こちらね、こちらバスのね、運行の方が成り立っています。いやね、本当に運営さんね、本当にありがとうございます。やっぱね、このもしね、このポートメッセ名古屋でライブすることがあれば、やっぱりぜひ次もやってほしいとはね、思います。さあ、というわけで、ただいまの時刻8時45分。ちょっとね、今からまた、ちょっと名残惜しいんですけども、次ね、多分名古屋いつ来るかはまだ分からないんですけども、ちょっとこれから、新幹線の方を乗りまして、京都の方に帰っていきたいと思います。チャンネル登録してね。さあ、というわけでお疲れ様でした。はい、ちょっとね、感想、まあ、具体的に感想を述べる前に、実はね、今日の日付、8月の28日、そうです、ライブの翌日です。はい、ちょっとね、バスの中で、最初にちょっとバスの中でちょっと撮ろうとしたんですけれども、ちょっとね、あまりにも場所が不安定だったので、ちょっとね、今回また自宅に戻りまして、こちらの感想動画ね、話したいというふうに思います。ということでね、今回はですね、まず初めてのね、11人ということで、まあ、高レスですね。まず高レスは、まあ、先生はないという、今のところないということで、今回はご当地バージョンでこちらコーレスが披露されました。はい、まずね、こちらユイナに関しましては、ひつまぶし、暇つぶしというね、まあ、流れであって、そして、
さくちゃんに関しては愛知県の愛知と愛してるをかけたそういうね高レスでした。またね、詳しい高レスに関してはまた概要欄の方に載せておきますということでね、そこからね、まず1曲目がジャンプイントゥーザニューワールド、じゃあ11人の曲ですね、11人の曲がありまして、そして自己紹介などがありまして、今回ソロ曲は、夏美芽衣四季千里カノン、このね5人のソロの曲が披露されました。はい、しかもねその中で愛をちょうだい、夏美ちゃんのソロ曲ですね。この曲に関してはね、本当にあややっぱね、もう本当に今回ね、あやはあのセンターステージで歌っていたので、いやね、本当にすごく近く見えましたね。はい、そして今度はねユニットはこちらキャッチュー影遊びとオルタネイトを披露しました。しかもね、キャッチュー、これね、名前はね聞いてすごい可愛い名前だなというふうには思うんですけども、いざね蓋を開けてみれば、いや本当にめちゃくちゃかっこよくて、これ生バンドでやったらねめちゃくちゃかっこいいなという曲やばっかりでしたね。はい、そして、ね、そこから久しぶりにリエダのね、まあセカンドの大阪公演以来となる生でのバッターワンダフルドリーム、今回ね、まあ、キャッチの3人だけだったんですけども、こちらね、もうすいません、バッターワンダフルドリームがね披露されまして、そこからアイマアニメなどがありまして、そして最後私のシンフォニーの11人バージョンですねありまして、そこからアイマアニメですねありまして、アンコールはビタミンサマーとトゥビーコネクト、こちらは11人バージョンですね、こちら11人バージョンで披露されまして、そして MC ね、本当に私がねすごい一番だなというふうに思ったのが、ワカナですね。そのワカナ最後のね MC がもうなんといっても、そうね、ワカナ泣いていたんですよ実は。それで、ね、もう泣いてね、なんとねそれを聞いていた私、泣いちゃいました。初めてかな、もうこんなにライブでもう本格的にねもう泣きましたね。もうあまりにももらい泣きでね、あら、もらい泣きってこうなのかなというふうにはね思いましたね。はい、そして、ね、もう MC 終わりまして、そこからユニバースがね最後もうみんなで、場内みんなでじゃあ合唱して最後終わるというね、もうユニバース最後ね、最後では歌詞の中に、ちょっとマスクがずれる、ごめんなさい、ちょっとすみません。はい、ちょっとね、最後ウォー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 ってね曲がある、曲っていうか、まあ場所があるんですけども、これねもう本当に合唱場内でね、もうみんなで歌ってる姿見て、やっぱねもう声だし本当にいいなというふうには思いましたね。はい、まあこんな感じですかね感想。はい、ちょっとね、まあ今回残念ながら、まあリエラフォースね名古屋のデイツだけなんですけど、ちょっと私としてこれだけ言わせてください、大阪でやりましょう、もう大阪でやってください。はい、私関西住んでるんですけども、ちょっとね今回大阪公演ないことがねちょっと残念すぎます。はい、ちょっとね大阪もね大事な街なので、ね、ちょっと運営さん本当に大阪追加してください、もうよろしくお願いしますということでね、もう本当にもう何回もね、もう X とかでも私何回も言っているんですけども、本当にしつこいというふうには思えるかもしれないんですけども、追加してくださいということでね、まあだいぶ話はそれちゃったんですけども、はい、やっぱねこれちょっと言うの忘れてました、あのねもうユイナがね、もうパフォーマンスがすごいすごい結構上手くなって、サクちゃんもすごい初めてとは思えないね、もう完璧なパフォーマンスでしたね。いやー本当に良かった、本当にいい現地でしたということでね、私のこれにて私のリエラフォースライブツアーの名古屋公演デイ2参戦期は終了でございます。はい、そして私次ね次回現地は12月の一元フェス両日参戦します。はい、ちょっとね今回ちょっと時間の都合で、まあ、皆さんとね、まあ、演歌とか連番できなかったんですけども、次の一元フェスでは、ラブライブね愛する皆さんはもちろんのこと、アイマスピーのね皆さんともまあできればいろいろとまあ合流できればいいかなというふうには思いますので、皆さん東京ドームでお会いしましょうということでね、今回はリエラフォースツアー名古屋公演デイツ参戦動画でしたということでね、この動画今回は以上でございます。もしこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。さよなら。